おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、ミツバチと恋愛、ミツバチと遠雷を見てきたので、そちらの映画をレビューさせていただきたいなと思いまっちょ。はい、というわけで皆さん、僕のチャンネルの方は音楽をやってるとか、音楽が趣味の方がとても多いと思いますので、とてもこの映画には興味があったんじゃないかなと思いまっちょ。平日の朝から見てきまっちょ。この映画は、まあ、音楽映画っていうよりも、ピアノのコンクールの映画でした。皆さん、公式ホームページとか見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、4人のピアニストが主人公で、国際コンクールに挑戦するといった話です。で、その4人の人生だったり、ピアノに対する思いだったり、挑戦だったり、いろんなね、その思いが様々なね、条件が出てくるといった映画となっております。と僕が映画見て思ったのは、全員が主人公なんかなっていう感想です。まあ、かなりね、僕もコンクールとかピアノを受けてたので、いろいろね、同じような気持ちになることもありました。これから喋ることに関してなんですけども、一応ね、ネタバレしない程度にお話しさせていただきたいなと思いまっちょ。映画の感想とか、その映画の告知とかをするような俳優さんみたいな感じの気持ちになって、その程度でね、話させていただきまっちょ。この映画の4人の主人公を紹介させていただきます。1人目は松岡茉優さんと演じるエイデン・アヤさん。その方は、もうものすごく昔から天才少女と言われて、もう神のような扱いをされてたピアニストだったんですけども、途中ね、お母さんの死により心にショックを受け、ピアノから退いていて、で、20歳になった今、もう一度コンクールに挑戦してみようっていうね、方です。美しかったですよ。はい。二人目は、マサル・カルロス、なんとかなんとかなんとかでした。でね、このカルロスちゃんっていうのはね、ものすごくね、努力家で、すごく音にもこだわって、もう男性的でエネルギッシュで、ちょうど時にこう、パーンみたいな感じのね、演奏をするタイプかなと思いましたよ。カルロスさんは、金子さんっていうピアニストがね、演じてるので、しっかりその方もチェックしてみてください。すごい有名なピアニストです。かなり超絶技巧パッセージ、オクターブのガンガンガン、コワーみたいな感じでエネルギッシュで若くてフレッシュな演奏されておりました。映画がメインなんだけど、結構やっぱ演奏にも相当こだわってて、もうかなり演奏会かっていうぐらいのね、音楽。またなかなか聴けるようではない。難しい曲とか、もうなかなか普通の演奏会では取り上げないようなコアな曲まで、もういろんな方に楽しめるように設定されてる映画だったかなと思いまっちゃ。3人目は松坂桃李さんが演じる高島くん。その方は家庭と仕事とピアニストをね、全部ねしてて、人生最後のコンクールっていうことで今回挑戦するっていうね、その人の話となっております。で、その方はコアな方に向けたピアニストではなくて、どちらかといったらみんなに聞きやすい、演奏会に来やすいようなピアニストを目指してるっていう感じでした。まあ仕事をしながらもピアニストに なりたいとか、結構どちらかというと現実的なピアニストです。松坂さんが演じる役を見て、劇中でも触れられてたんですけども、ピアニストって食べるのが難しいっていうのを改めて映画で感じました。松坂さんも、ピアニストだけでやっていきたいけど、やっぱ家庭とか生活があるから、仕事をしながらピアニストを目指すというかね、どちらかというと現実志向のピアニストでした。まあね、映画とかになるとどちらかというと鼻のね、ピアニストを皆さん想像すると思うんですけども、そんなのは本当に 0.1% で、その残りの人たちは、もう松坂さんのようなピアニストは世の中にたくさんいるというね、ものを改めて感じさせられました。まあ、かなりいろんな考えさせる部分がありました。多分、ピアニストを目指そうとしてる人だったり、ピアニストにならせたい親御さんだったり、ピアノの先生で音楽大学に行かせるか、それとも普通の大学に行かせるかとか、そのね、進路とかの時にその動画を見るとかなり考えさせられるなと思いました。なんかいろんなピアニストがいて、いいなと思いました。4人目は、風間仁っていう人なんですけども、これはフレッシュな青年が天才ピアニスト。ピアノの音を鳴らさない鍵盤で練習するといった恐ろしいね、練習法で、天才的な耳を持ってて、もう本当に神から舞い降りてきた奇跡の天使の少年みたいな感じでしたね。彼のようなピアニストっていうのはあまり接したことなかったので、多分こういう人が世の中にいるんだろうなって思いました。その人を見てて思ったのが、ものすごく芸術家を演じてるのに全く違和感がなくて、もうその人を、その演じてる俳優さんが芸術家なんじゃないかなって、普通にね、スーって入ってきた、さすが俳優さんだなと思いました。演技がまあ上手でしたよ。今回なんでそんな若い16歳のピアニストが挑戦したかっていうと、その国際コンクールにとあるすごい有名なピアニストが、その人を
送り込んだっていうね、その話となっております。天才だからどうなるかわからないよみたいな感じでね、そのすごい有名な先生がそのコンクールに向けて挑戦したっていう形となっております。すごかったですよ。まあすごかったしかやってないんですけども、やっぱ僕素人から見てやっぱすごかったっていうのがその正直な感想なのかなとは思いまっちゃう。まあネタバレ今のところだったら全然わからないと思うんで、見に行かないとわからんと思うんですけども、この映画を見た曲の感想についてね話していきたいなと思いまっちゃう。まあまず僕が思ったのは、やっぱねコンクールとか今まで結構受けてきた中で、皆さんが挑戦してくるような曲の選択でかなり考えさせられました。僕も今までいろんなピアニストたちがその劇中で使われる曲を弾いてるの聞いたことあって、ああ俺やっぱまだまだだなとか思いながらね聞いてました。まあ、かなりピアニストとしても日本のもうトップを走る人たちが担当されてて、曲のクオリティも高くで、ピアニストごとのものすごい個性もすごく感じられて、俳優さんたちがそのピアノを演奏する多分シーンをね演じてるんですけども、全く違和感なくほんまに弾けるんじゃないかと、もう本当に松岡さんマジで天才少女なんじゃないかという、そのピアニストのな、ピアニストやったのかなとか思いますね。本当にピアノのコンクールとか吹奏楽って何でもいいと思うんですけども、音楽のコンクールとかを受けたことある人はそのコンクールを見るといろいろ本当に考えさせる映画になってるなと思いました。まあ、本当に自分 の、 その今まで経験したことがそのままあの美化されて、美化というかまああの演者側が美しくなって、なんか本当にあの美しいなんかその戦いを見てるようで、まあ僕はその中にハールンだったらどの枠なんだろうなとか見ながら思ってたんですけど、かなり考えさせられるその頭脳派な映画でした。劇中でピアニストの方が練習中に手をここねあの怪我して血が出て、で水絆創膏でっていうしてるシーンがあって、僕も同じように小さい時たくさん練習して手とかちぎれたことがあったので、すごくその時を一気にね脳裏がカーンと思い出して、あの時痛かったなっていうのをすごく思い出しました。もうあの時がね本当にもう辛くて、水絆創膏とかコンクール前とかになってくるとたくさん練習すると血が出てきやすくなって、その血が出てるけど練習しないからさらにこの上にピッて塗って、ちょっと熱くなったけどそのまたピッてやったことによって血がギャッて出る、この感じすごく痛かったのを思い出しました。でピアニストのねそこのそういう細かい部分まで作り込んでるっていうのはすごいなと思いました。そしてさらに電子楽譜が使われてコンクールで珍しくて、電子楽譜とかを使っててコンクール中でもね、僕が昨日出した動画の足のペダル、まあ多分違うものは使ってるんですけども、途中足のペダルとかでね踏み切りをするシーンとかもあったので、まあ俺最先端走ってるんじゃなと改めて感じました。僕が使ってる電子楽譜とは違って、なんか見開きになる電子楽譜を使ってました。で足でペダルを踏んで踏めくりをしたりとか、踏めくりストとか自分で踏めくりとかをする作業がどんどんなかったので、今までの音楽の映画と違ってもうどんどん時代に合った映画となってるなと思いました。まあ電子楽譜っていうのがねその映画で使われることによって全然悪くないものだっていうのが世の中にね多分伝わると思うので、あかなりねピアニストとしては気持ちが安心しました。暗譜をしなくてもいいんだよっていう、そのなんかその映画によって提示されてるような感じがしたので、僕としてはかなり気持ちが楽になったので、まあ今後もね暗譜が怖いなとか、やっぱいろんな曲を全て頭にね入れることはやっぱ難しいので、暗譜が難しいので電子楽譜をみんな使ってると思うので、あそれ全然使っていいんだなって改めて思いました。多分そういうスタイルのピアニストっていうのはこれからもっともっと出てきて、多分もっと電子楽譜とかが使いやすくなったらもうさらに今の100倍は増えると言っても過言ではないぐらい多分ね増えてくるんではないかなと思いました。まあみんなその映画を見ていろんな多分感想があると思うんですけども、まあ今回この映画は別に提供してくれみたいな感じでは全くなくて、僕がただ単に見に行きたかったので見てみました。その感想となりますので、その一部だと思ってください。その映画ではそれで結構使われてたのが、ラフマニノフとか有名曲っていうよりどちらかといったらコアな曲が多くて、プロコフィエフとか普通だったらね、やっぱショパンとかがやっぱみんな知ってる曲が来るのかなと思ったら、本当にガチのコンクールのようなプログラムの
曲で、まあ、あのコンクールとか受ける側としては、わ、ようこんな曲を選択するわ、なんかこんな難しい曲をやっぱピアニストに弾かせるんやと思って、改めてすごいなと思いました。本当にあの難しい曲とか普通では聴くことができないようなそのレベルの曲で、多分相当みんな脚本家とかみんなが、うん、相当クラシックは好きな人たちなんだろうなと思いました。プロコフィエフピアノ協奏曲って調べてみてください。たくさんあると思うのでその中を聴いてみてください。まあ皆さんが多分もしかしたらあまり聴いたことないような曲もあったかもしれません。僕もプロコフィエフのピアノ協奏曲2番が一応取り上げられてたんですけども、僕もそれあんまり聴いたことなくて、1楽章から全部聴いてみようかなと思いました。で、聴いてみたんですけども、帰りに長すぎて、対局すぎて、僕にはまだ難しい世界だなって改めて思いました。というわけでね、本当にすごくクラシックの映画となってて、音楽をしてる人にとっては楽しい映画になってるかなと思いました。ぜひともこの土日にね、みんなあの映画とか見に行ってみて、日本の音楽クラシック経済を回していきたいなと思っているので、まあみんなもね、まあ、ぜひ行ってみてください。劇中で弾いてるピアニストたちの SNS とかもチェックしてみると、その人の演奏会に行ってみて、その人の生の音を聞いたりとかして、さらにクラシック経済を回していって、映画プラス演奏会、そして演奏会にも行って、全ての音楽経済をどんどんみんなでね回していけたら、絶対日本のクラシックがどんどん盛り上がっていくと思うので、音楽界をどんどんみんなでね、自然に盛り上げていきたいなと思うので、ぜひともみんな Twitter なりインスタなり僕のコメントなり、様々なね感想をねたくさん発信してくれたら、多分いろんな人に周知されると思うので、ぜひともいってらっしゃいマッチョ。それではグッバイ。